阪神南波線は、兵庫県山ヶ崎市の甘ヶ崎駅から、大阪府大阪市中央区の大阪南波駅までを、結ぶ阪神電気鉄道の鉄道路線である。本項目では、阪神南波線、並びに、旧路線名の西大阪線及び、電防線時代についても記述する。1924年に電防線として、大物駅電防駅間が開業し、同年電防駅千鳥橋駅間、 1928年に天ヶ崎駅大物駅間が延伸された。天ヶ崎駅大物駅間は本線と並行している。1964年には西大阪線と解消され、西九条駅まで延伸された。2009年3月20日に西九条駅大阪南ン駅間が延伸開業し、それに伴い既存区間も含めて、 西大阪線から阪神南波線へと解消された。路線名の解消はこの路線では二度目となった。延伸先の終点となる大阪南波駅は近畿日本鉄道南波線の近鉄南波駅を解消したもので、同駅に近鉄は東から阪神は西から接続する状態となった。阪神の南波線ではなく阪神が正式路線名の一部となっている。 これは近鉄でも、南馬線という路線名称を使用しているため、それとの区別の目的であるが、阪神では、南馬の表記が漢字ではなく、ひらがなとなっている。大阪南馬駅延伸開業時のキャッチフレーズは、阪神本線上辺線から、大阪市西部、南部へのバイパス路線となっており、西九条駅大阪南馬駅間が開業したことで、口実する阪神と近鉄南馬線。 奈良線の相互直通運転も開始され、大阪、南波を経由して、神戸方面と奈良などの近鉄沿線を直接結ぶ、関西の広域な鉄道アクセスルートが形成された。2001年3月31日にユニバーサル、スタジオジャパンがオープンしたことで、西九条駅にて、JR 夢崎線へ乗り継ぐことによる USJ へのアクセス路線としても位置づけられるようになり、 その影響で乗客も徐々に増加した。同年3月10日のダイヤ改正から USJ のオープンに先立って本線の直通特急、特急を天ヶ崎駅に停車させたり西日本旅客鉄道とのタイアップで西九条駅経由ユニバーサルシティ駅への連絡乗車券を発売するなどの施策が行われている。2009年3月20日に新設された九条駅。 ドーム前駅、桜川駅の3駅はいずれも地下駅で、プラットフォームは島式となっている。このうち桜川駅には、引上げ線がドーム前駅よりに2本設けられており、近鉄線方面からの回送列車も多く、折り返している。なお、近鉄線と、相互直通運転を行う大阪南馬駅、近鉄奈良駅間のうち、正式路線名はそれぞれ大阪南馬駅。 大阪上本町駅間が南波線、大阪上本町駅不正期間が大阪線、不正期近鉄奈良駅間が奈良線となっているが、旅客案内上では大阪南波駅近鉄奈良駅間をまとめて近鉄奈良線と扱われているため、本港でも同様に扱う。正式な起点は甘ヶ崎駅だが、列車運行上は大阪南波駅から甘ヶ崎駅へ向かう列車が下り、 逆方向が上りとなっている。起点である天ヶ崎駅では4面6線あるうちの真ん中の2面2線に発着し、本線からの対面の理解が可能な構造となっている。天ヶ崎駅を出ると、すぐに地平通り、上下線とも、本線下りをアンダーパスでくぐり抜け、本線の南側に寄ったたあは、再び高架線を上り、大物駅に着く。 同駅は3面4線の構造であるため、本線下りと阪神南波線上りが同一ホームとなっており、クイ駅や仙線駅など、本線下りから大阪南波方面阪神、南波線上り各駅への乗り換えが容易にできるようになっている。大物駅を出るとそのまま高架線で南東へと直進し、サモンド川、神崎川と阪神高速3号神戸線を越えると、すぐ、 出来島駅に着く。出来島駅を過ぎると高架線を降りて、地平となり福駅の手前で初めて踏切を通過する。福駅を過ぎると少し上り坂となり、新淀川橋梁を渡る。なお、この橋梁は高さが低く両岸の堤防を切り替えて線路が敷かれているため、堤防部分には水防鉄壁が設置されており、新淀川の増水時や台風の接近による、 高潮の恐れがある場合にこの鉄壁を閉鎖させて線路を塞ぎ、前線を普通とさせる措置が取られる。ただ、平常時でも水面の高さが橋梁に近い上に高潮や増水時には橋梁が流されるなど大きな被害を受ける可能性も指摘されていることから以前より橋梁自体の譲り葉上工事が検討されてきたが、新淀川川口近くの橋梁は町内である上に 工事費用が高額となることや住宅密集地であることから調整が難航し、2000年の事業化決定後も具体的な計画策定が進んでいなかった。後に2017年1月11日、国土交通省近畿地方整備局大阪府大阪市阪神電鉄の4社が会合で協力の掛け替えをすることで方針が確認され、新しい協力は現在時より、 下流側に設置することとし、水面からの高さも現在より3メートル高くなる予定である。掛け替えに合わせて新淀川の前後区間も高架化されるため、完成後の阪神南波線は全線立体となるほか、電房駅は移転となる。事業区間は2.24キロメートルで着工から15年程度を目途としており、2032年度に完了する予定。なお、以前は、 上記の神崎側やサモンド側の橋梁にも同様の水防鉄壁があったが、これらはすでに譲り葉上工事及び、全国間の高架化が完了して新たな橋梁に掛け替えられたため、増水時に普通となることはない。電防駅を過ぎると千鳥橋駅の手前で東へとカーブし、高架駅の千鳥橋駅に着く。そのまま高架線を進むと、JR との乗り換え駅である西九条駅に着く。 同駅はかつて西大阪線であった時代は終着駅であり、元から将来の南場延伸に備えて JR 線を乗り越える高さで作られていたものの、長らく延伸工事が中断したままとなっていたため JR の手前で線路、ホーム共に途切れたままであった。その後ようやく延伸工事が再開され2009年3月の大阪南場駅への延伸に合わせてホームが JR 線の上をまたぐように南側に延伸された。西九条駅から先は2009年3月に延伸開業した区間であるが、九条駅の手前から終点の大阪南馬駅までは地下区間を走行する。ただ、九条駅周辺の沿線住民から建設反対運動を起こされた経緯もあるため、味川橋梁を除いて地下に入るまで全線で、車両全体、九条駅は 後から開業した阪神南波線は地下駅だが、先に開業した大阪メトロ中央線は高架駅であるため、私鉄が地下駅、地下鉄が高架駅という珍しい形態である。球場駅を出て南東へ折れると間もなく京セラドーム、大阪、イオンモール、大阪ドームシティの最寄り駅であり、大阪メトロ長堀鶴見緑地線との乗り換え駅である、ドーム前駅に着く。同駅は、 出て、すぐに、地下鉄長堀鶴見緑地線と道頓堀川の下を潜らなければならないため、地下30メートルという阪神の駅の中では最も深い位置に設けられているほか、線路のカーブもきついためスキール音がトンネル内に大きく響き渡る。道駅を出ると東へと進路を変え、桜川駅に着く。道駅は、 阪神南波線の北側を並走する大阪メトロ千日前線との乗り換え駅であり、当初は塩見橋駅が過小であったように南海高野線塩見橋駅との乗り換え駅でもあるのだが南海南波駅と間違えて乗り換えしないよう車内では放送、LED 表示器、路線図いずれも南海高野線との乗り換え案内は一切なされていない。桜川駅では 近鉄と乗務員が交代する。阪神南波線としては次の大阪南波駅までが阪神の路線であるが、阪神が大阪南波駅まで乗り入れたことで、同駅西側にある折り返し線一線だけでは、近鉄の上りの大阪南波駅止まり、列車の折り返しに支障が出ることから、桜川駅西側にも折り返し線を2線設けた関係で、この桜川駅大阪南波駅間に限り、 信号機などの制御システムは近鉄仕様となっており、近鉄が運行管理を担っている。そのため、この区間では通常では、阪神線内に乗り入れない近鉄特急も乗り入れてくるほか、車内の自動放送も近鉄のタブレット端末を使用するため、近鉄のフォーマットで放送される。そしてそのまま直進すると、終点の大阪南馬駅となり、 阪神南馬線の列車はそのまま、近鉄奈良線に、乗り入れ奈良方面へと直通。近鉄奈良線運行形態も参照阪神、天が駅、大阪南波駅を介する形で、神戸三宮駅天が駅、大阪南波駅近鉄奈良駅間で、相互直通運転を行っており、ダイヤは直通運転先の近鉄奈良線とほぼ一体化している。工述の通り、快速急行が、 神戸三宮駅近鉄奈良駅間で、準急、区間準急、普通が、天ヶ崎駅近鉄奈良駅間で運行されている。また、阪神南場線内には対比設備がないため、先行する列車が必ず、天ヶ崎方面駅は、天ヶ崎駅に、近鉄奈良方面駅は、大阪南場駅にそれぞれ先着する。 阪神南波線内のみで完結する列車は、下り初発となる大阪南波発普通は長崎駅一本のみで、それ以外の全列車が、阪神本線、または近鉄奈良線と直通する。また、阪神南波線内の途中駅を、始発、終着とする営業列車は存在しない。近鉄大阪線と直通する列車は、定期列車では存在しない。 基本的に、神戸三宮伊勢方面から当選内閣駅、あるいは当選を介して、近鉄方面に行く場合は、神戸三宮駅や天賀崎駅などでの乗り換えが、必要となる。大阪上本町駅発着の近鉄特急や、阪神と、相互直通運転をしていない、大阪線の列車とは、鶴橋駅での対面乗り換えとなる。各種別ごとの列車接続状況は、 公設で述べる。阪神南波線の開業により、広範囲に線路がつながったため、一部のダイヤが乱れると、他線区に広く影響が及ぶことがある。なお、近鉄線内で、人身事故など、輸送障害が発生した場合は、引上げ線のある大阪南波駅や桜川駅では、折り返さず、西九条駅で運行を打ち切り西九条駅、南波駅間は運休となる。 日中1時間あたりの基本的な運行本数は以下のようになっている。なお、阪神本線内と近鉄線内は阪神南馬線と直通する列車のみ記載している。2016年3月改正時点の停車駅、快速急行、編集阪神南馬線を走行する一般列車の種別の中で唯一通過運転を行っている。また、 一般列車の種別としては唯一本線に乗り入れる。天ヶ崎駅西九条駅間は途中無停車で西九条駅大阪南場駅間は各駅に停車する。基本的に神戸三宮駅近鉄奈良駅間で運行され、この区間を約80分、最速76分で結んでいる。平日朝ラッシュ時は12分間隔、その他の時間帯は おおむね20分間隔で運行している。なお、早朝、夜間は本線には乗り入れず、天ヶ崎駅発着となっており、天ヶ崎駅で本線の直通特急、特急と接続としている。また、近鉄線内で障害が発生した場合は、運休もしくは近鉄線内には乗り入れず西給上駅発着に変更することがある。2012年3月20日より土曜、 休日朝の始発から3本の運行区間が延長され、阪神神戸高速線新海地駅始発へと変更された。また、それまで平日日中のみ各駅に停車していたのが、他の時間帯と同様に、天ヶ崎駅西九上駅間で通過運転を行うようになり、阪神南波線内の停車駅が統一された。2016年3月19日のダイヤ改正からは、それまで、 神戸三宮駅到着後は改装として折り返していた列車を営業列車化した山和最大時期が平日朝に1本、神戸三宮駅大阪南場駅間は大阪南場駅快速急行として運行し、大阪南場駅で近鉄線の普通に変更する列車が平日朝に1本、この他にも近鉄奈良発大阪南場駅の一部を区間延長する形で、 天ヶ崎行きに変更した列車も合わせて増発した。これにより、平日ダイヤでは、上りの朝7時台に、快速急行が2本続行するパターンが生まれている。2020年3月14日のダイヤ改正では、朝と夜間に増発、運転区間延長し、平日の朝と夜には、大阪南馬駅が、大阪南馬駅で、近鉄線の準急な内し普通へ変更する列車が2本。 増発された。編成は6.80両いずれかで運転されている。平日は日中は6両、ラッシュ時は8.10両で運転され、8.10両の列車は天ヶ崎駅にて増結切り離しを行い、本線内では6両での運転としている。土休日は2020年3月14日のダイヤ改正より、 本線の天ヶ崎駅神戸三宮駅間でも8両運転を開始し、ほとんどの列車が神戸三宮駅近鉄奈良駅の全区間で8両での運転となったため、準急、区間準急、普通、編集準急、区間準急、普通は、いずれの種別も阪神南波線内は各駅に停車する。全列車とも六両編成で、天ヶ崎駅東花園駅、氷丹山駅、 石切駅、東生駒駅、大和西大寺駅、近鉄奈良駅間で運行されており、阪神本線には乗り入れない。基本的に3種別合わせて1時間あたり6本運行されている。準急、区間準急、普通としてそのまま本線へ直通する列車はないが、例外的に、平日朝に終着の天ヶ崎駅にて、快速急行神戸三宮駅に変更して本線へ、 直通する普通天ヶ崎駅が3本存在する。天ヶ崎駅では、本線の直通特急、特急との接続が考慮されている。また、大物駅では、早朝の上り普通の一部は、本線の下り普通との接続が考慮されている。2012年3月20日のダイヤ改正より、快速急行が、平日ピルマ時間帯においても通過運転を実施することになったため、 通過駅となる大物駅千鳥橋駅間の削減分は近鉄奈良方面大阪難馬駅発着の区間準急を天ヶ崎駅発着に延長して代替した。なお、2016年3月19日のダイヤ改正で平日ピルマ時間帯の天ヶ崎駅区間準急が普通に変更され、2020年3月14日のダイヤ改正でも同様、 休日の昼間時間帯の甘ヶ崎駅区間準急も普通に変更されたため、甘ヶ崎駅はほぼすべてが普通となった。また、同改正で本線内を快速急行として運転し、甘ヶ崎駅で普通に種別変更する、上り列車が消滅した。臨時列車、編集開業した2009年以降、毎年8月に開催される港神戸会場花火大会当日と12月の、 神戸ベルミナリエ開催期間中の土曜、日曜の夜間に、本線では、神戸三宮発の臨時快速急行が運行されているが、実際は、尼崎始発の普通を、神戸三宮始発に変更されたものであり、阪神南波線内では定期列車として運行されている。2011年4月18日には、三宮発天理行き臨時快速急行が運転された。 この列車が初めての阪神から近鉄への直通臨時列車となった。もともとは神戸三宮駅に到着後は改装として折り返していた列車であるが、当日は客扱いとし、阪神線内では快速急行の停車駅で運転され、駅では快速急行南ン駅と案内、南ンから臨時急行天理駅になりますと補足されていた。 また、車両については行き先非表示で、水色の快速急行とだけ表示された。一方、近鉄線内では急行の停車駅で、通常の急行天理という案内表示がなされ、大阪南和経由、天理行きのヘッドマークもついた。2012年1月26日にも、春季大祭開催に伴う、臨時列車が運行され、同年3月26日以降も平日の、 最点日に限り運行した。なお、この臨時快速急行は2016年3月19日のダイヤ改正で大和最大寺行き快速急行として定期列車に変更されており、同改正以降は平日の最点日に限り大和最大寺駅から天理駅臨時急行に変更して運転する。また、土休日の最点日には、 天理発神戸三宮行きの臨時列車も設定された。2013年2月24日には、阪神南馬線開業後初めて、山陽姫路駅から近鉄奈良駅を直通で結ぶイベント列車が運行された。さらに2014年7月13日には、近鉄奈良駅から山陽姫路駅までを直通で結ぶイベント列車も運行した。 2019年の開業10周年の節目にも阪神、近鉄の2社及び山陽、阪神、近鉄の3社直通のイベント列車が運行される。回送列車の運行、編集桜川駅に停車中の近鉄2万1000系、回送列車阪神南場線の延伸前は、近鉄南場駅の西側に引き上げ線が3線あったが、そのうちの両端2線を延長する形で、 阪神南波線の本線として使われることになった。残り一線では折り返し運転に支障が出ることから、桜川駅のドーム前よりに新たに引き上げ線2本を設け、大阪南波駅を発着する近鉄の列車はこれらの3線を活用して折り返すこととなった。このため、阪神直通に対応していない近鉄の一般車や特急車も改造列車として、 桜川駅まで乗り入れる。桜川駅の引き上げ線で折り返す場合、桜川駅の下りホームで一旦停止後、引き上げ線に入る。そして、折り返し大阪南波駅まで改装され、大阪南波始発の列車となる。こうしたことから、大阪南波駅桜川駅間は、営業列車に加え、改装列車も多く運行されている。これにより阪神線であるにもかかわらず、 この区間のみ特例で運転取扱い場は近鉄となっており、信号設備が近鉄仕様になっているほか、列車保安装置も近鉄用の ATSSP が設置され、運転指令も阪神の天ヶ崎列車指令室ではなく近鉄の大阪運転指令室、奈良線担当の担当となっている。乗務員、編集近鉄と阪神の乗務員交代は、 先日の回送列車の運行上の関係で、境界駅の大阪南ン駅ではなく、桜川駅にて行われる。またこれに合わせて、同じく、桜川駅にて、阪神用の電令と近鉄用の電令の設定、ATS、列車無線、列車線別装置もそれぞれの専用のワンタッチ式の、愛直切り替えスイッチにより変更され、乗務員が所有する多言語車内自動放送用の、 タブレット端末もそれぞれのものに切り替わる。阪神南波線のダイヤを検討する中で一番苦慮。した点は朝シ主事の本線。どの程度シフトするのか見極めが難しく本線の運転本数を減らすことには不安も感じていた。しかし需要予測等を開案した結果、本線は12分サイクルに変更し運行種別も整理した。近鉄との協議、編集阪神は、 約2年間にわたり相互直通運転を実現するために近鉄と協議を行った。神戸三宮駅近鉄奈良駅間の快速急行の所要時分については競争力確保の点から最速80分未満での運行を目標とし、最終的に最速76分運行を実現している。一方、編成量数については快速急行の速達性確保や天が駅での 連結解放作業の負担軽減のため、近鉄奈良線の輸送力範囲で問題にならない6両都市、朝ラッシュ時の南波、奈良方面列車及び、と休日の昼間時間帯は6両編成で運行することになった。快速急行の運転本数及び、運転区間は旅客需要や要因計画等の制約も踏まえ検討を行った。特に平日日中は、甘崎駅折り返しも検討したが、 深夜帯以外は、基本的に、三宮駅近鉄なら駅間で運転することを重視し、1時間あたり3本運転することとした。本線ダイヤの改善、編集阪神南波線開業に伴う、ダイヤ改正に合わせて、本線ダイヤの課題も解消した。本線のダイヤは長きにわたり、基本形態を変えていなかったため、再混雑区間におけるラッシュ時1時間あたりの、 混雑率が115%と他社に比べて、著しく低い一方で、最も混雑する区間特急は190%、対比の多い準急等は60%前後と大きなばらつきがあった。また、大半の列車を神戸、姫路方面から梅田駅まで運転しており、各区間で混雑率に大きな差が生じていた。このため、 普通車を除くすべての速達列車を、梅田駅先着とし、列車種別ごとに輸送を分担することにした。その結果、再混雑率は135%となりばらつきも、解消された。加えて、本線の列車種別を削減して、種別ごとの停車駅を可能な限り統一し、完璧なダイヤを目指した。さらに、山陽電鉄との相互直通運転ではこれまで、 両社間で運転業務を受委託する形態をとっていたが、スマウラ公園行き特急が山陽線内普通車の役割を担うことで山陽乗務員の大石駅乗り入れ負担を解消すると同時に特急はすべて高速神戸駅で乗務交代を行うことになり阪神乗務員の山陽乗り入れ負担も解消された。かつては本線に直通する西大阪線特急が 運転されていたことがあったが、1974年11月の道徳急廃止後は、大阪南波延伸開業まで本線に直通する列車はなくなり、線内寄り開始の普通列車のみの運転となっていた。本線ではそれぞれ急行系と普通列車用と、でおおむね使い分けられている赤道車とジェットカーの両方が、西大阪線においては2009年1月22日まで、 混成運用されていた。特に1970年代後半から1983年4月の完全冷房化達成までは冷房化が進んでいた。前者が優先的に運行されていたことから普通列車しか運転されなくなった後も冷房車両に乗れる確率は非常に高く夏場は好評だった。2009年1月23日からは 営業列車による延伸区間への試運転に伴い、近鉄直通対応車である急線形、線形での運転となり、同時に従来の4両編成から6両編成に変更されている。西大阪線のダイヤは平日の日中で10分間隔だが、本線との接続の関係からか、また、休日は早朝、深夜を除くと10分間隔を保っていた。西大阪線特急、 編集前述の通り、1965年9月15日から1974年11月30日まで、西九条駅元町駅間に、西大阪線、本線直通で運行されていたのが、西大阪線特急である。西大阪線特急の名称は、列車愛称ではなく正式な種別名であり、本線の特急に相当する。 大阪市西南部から神戸への短絡ルートを作る目的で設定されたが、西九条駅が都心でない不便な位置にあったことなどから利用が低迷した。その本意に反し、西宮駅や天賀崎駅から神戸に出る際の速達列車として使う旅客が多かったという。結局、2から3両編成の電車が西大阪線内では、 ガラ空ラーキで運行している状態が続くことが珍しくなくなったため設定からわずか9年で廃止された。しかも西大阪線内はそのような状態であった一方で本線に入ると混んでいたこともある皮肉な結果となった。本線では梅田駅元町駅間を走る特急に上りは後追い、下りは先行するダイヤとなっていた。なお、 1966年には4両編成で運行されているという記録がある。停車駅西九条駅甘ヶ崎駅西宮駅三宮駅元町駅なお、当時の本線特急は甘ヶ崎駅に停車せず、甘ヶ崎駅三宮駅間で西宮駅のほか、三陰駅や芦屋駅にも停車していた。運行時間帯、間隔9時半から16時まで12分間隔で西九条。 元町領域を発車した。所要時間西九上駅三宮駅間を25分で結んでいた。この西大阪線特急には列車種類選別装置導入時に N の種別記号が付与された。これは西大阪線特急廃止後ながらく使われなかったが、時を経て快速急行が設定され、その後のダイヤ改正の際にこの種別の記号として復活した。 南波延伸後はその快速急行が本線と阪神、南波線を直通している。なお、正式には西大阪特急ではなく西大阪線特急であり、阪神電気鉄道の公式年表でも西大阪線特急と明記されている。また、当時の自動放送でも西大阪線特急が参ります。と、アナウンスされていた。 近鉄線26系の快速急行の側面方向膜。上が阪神仕様、下が近鉄仕様。阪神、近鉄直通列車の快速急行の種別色は阪神の水色、近鉄の赤と異なっており、奈良方面は桜川駅、神戸三宮方面は大阪南場駅をそれぞれ出発した直後に表示を切り替える。特に種別表示が多くの車両で、 幕式の近鉄車の場合は、阪神区間向けの幕のフォントが、近鉄の在来のものと異なり、阪神の方向幕フォーマットに合わせた丸ゴシックになっている。なお、準急、区間準急、普通には、阪神向けの幕は用意されていない。大阪南馬延伸開業後、扉の数や、編成の長さが異なる近鉄の車両と阪神の車両が同じ路線を走ることになったため、 駅ホームでの乗車位置が車両によって異なる事態が発生している。そのため、阪神、近鉄の両社はその対策として乗車位置の案内を行っており、阪神は自社車両の乗車位置に近鉄車両の乗車位置にの目印をつけ、近鉄は赤色、青色などのサインで乗客を誘導している。また、2018年3月17日から配信を開始した。 スマートフォン向けアプリ、阪神アプリでも、駅時刻表、列車走行位置サービスで、各列車に乗車位置のが表示され、乗車位置の確認ができる。2016年3月から、近鉄の路線で、車内放送が自動化されたが、桜川駅大阪南場駅間では、近鉄の車掌が乗務しているため、同区間では、近鉄仕様の自動放送が流れる。 2019年3月20日からは、阪神でも同様にタブレット端末による多言語社内自動放送を開始し、7から20時の快速急行を呼び、桜川駅山ヶ崎駅間の全列車に導入された。阪神電鉄は、阪神南波線の開業に合わせて線形を新造し、2007年度から順次導入している。また急線形も全編成が、 近鉄乗り入れ対応改造を受けた。近鉄からの改装車を除けば、すべて VVVF インバータ制御、ボルスタレス台車でバリアフリーに対応しているのが特徴である。半身車両と近鉄車両の運用比率は、昼間時間帯ではほぼ1、1ではあるが、平日ラッシュ時や夜間は近鉄車での運用が多くなる。なお、両車間で使用車両の走行距離を調整する。 関係上、阪神車両は近鉄線内のみで運転される列車の一部にも充当されている。なお、近鉄の車両でラッピングが施されている一部の車両に関しては、特別なイベントの PR など、企業色の薄いものは阪神本線まで乗り入れているが、企業や教育機関のラッピング広告は、兵庫県の屋外広告物条例により規制されていた。 このためラッピング広告車の阪神線での運用は、阪神南波線のみに限られていたが、2010年からは、そのラッピング規制が廃止され、阪神本線でも他のラッピングが見られるようになった。阪神本線、近鉄奈良線とは異なり、阪神南波線を走る列車には、女性専用車両が設定されない。現在の使用車両、 編集誘導列車用の車両のうち、以下の近鉄線直通対応のに系列が使用される。前日の通り、阪神、近鉄両車間の走行距離調整の関係上、近鉄線内のみで運転される列車の一部にも、充当されている。なお、阪神車両に掲示されている、停車駅案内には当初、近鉄なら線休校の停車駅表示がなかったが、2012年3月20日の、 ダイヤ改正での更新を機に表示されている。2014年現在近鉄線直通対応のに、系列には近鉄が制定している、電算記号が付与されている。旧線系線系は、西大阪線時代にも運用しており、短期間ではあったが西球場行きの行き先表示を見ることができた。過去の使用車用、編集蒸気をはじめとした、ジェットカー、赤道車が、 西大阪線時代に使用されていたが、阪神南波線開業で、近鉄直通車両には、前節の線形と急線形が使用されることになり、撤退した。近鉄車両で阪神乗り入れ対応の、一般種別用車両には、それを示す蝶をモチーフにしたステッカーが、前面の運転席側走下と側面の乗務員室、扉横に重付されている。以下では阪神乗り入れ対応車両の未記載。 大阪南馬駅桜川駅間では近鉄線からの回送列車として近鉄南馬線に入線するすべての車両が運行される。車内案内表示機は大阪南馬駅を境に阪神線側では阪神の近鉄線側では近鉄のそれぞれの表示内容に変わる。阪神南馬線のうち新設区間の西九条駅大阪南馬駅間には 加算運賃が設定されており、阪神の他の区間を含めて 4km 以内のみを乗車した場合には60円、それを超える場合は90円が不足。そのため、新線区間の初乗り運賃は大人で210円となる。特に、大阪メトロ1000日前線と並行する区間においては、同線を利用するよりも運賃が割高となる。開業から10年となる2018年度末までの、 加算運賃の回収率は55.5%である。阪神南波線、大阪南波駅経由の阪神線、近鉄線相互間の運賃は、両者の運賃を単純に加算したものであり、乗り継ぎ割引や特定運賃などは設定されていない。延伸開業に合わせ、阪神本線新規開業区間の通勤定期を利用する場合、大阪梅田駅でも乗降が可能な、 大阪どっちも定期というサービスが設定された。このサービスは日鑑定期券の一種であるが、他事業者のように追加料金の加算などは行われていない。この延伸開業に伴い、阪神、JR、近鉄の3社連絡定期券は2009年3月21日以降が有効期限末日になるものの発売を取りやめている。定期券自動券売機では、 有効期限にかかわらず2008年8月31日をもって発売を終了している。2009年7月7日から9月30日まで2009年7月6日以前に購入した阪神本線の杭イセ駅から梅田駅を一駅以上含む定期券を阪神南波先進線区間を含む定期券に区間変更すると楽やん、カードがもらえる。 阪神ナンバー線にチェンジ、キャンペーンを始めた。2012年12月1日には、近鉄でのアイコカ発売開始に合わせ、阪神近鉄連絡の IC 定期券の発行を開始した。阪神ではピタッパ、近鉄ではアイコカで発売される。阪神ナンバー線の開業で、天ヶ崎駅では、近鉄、阪神、山陽電鉄の3社の車両が見られるようになった。 阪神南波線の開業により、阪神地域、姫路方面から大阪南の繁華街である南波、道頓堀、さらに奈良県方面、そして大阪上本町駅、または鶴橋駅で近鉄大阪線乗り換えで、三重県、名古屋方面へのアクセスが大幅に改善、強化されている。また、大阪南波駅では南海電気鉄道と乗り換えが可能となり、 関西国際空港や高野山、和歌山などの南海沿線へのアクセスリブ性も向上した。逆に言えば、中郷地の近鉄沿線及び先週、南河内の南海沿線から神戸方面への移動において、一旦梅田へ出る必要が大幅に低減し、南波のターミナル性を飛躍的に向上させている。さらに、近鉄、 阪神沿線から大阪ドームへの直通アクセスや近鉄沿線から甲子園球場への直通アクセスも可能となり、利便性の向上による集客の拡大が期待されているほか、野球の試合やイベントが終了した後の JR 大阪環状線、大阪メトロ長堀鶴見緑地線、阪神本線といった既存のアクセス路線の混雑緩和に寄与する反面、 既存の路線の乗客が大きく減少する可能性もあると見られている。阪神南波線と本線を直通する種別は、快速急行のみだが、阪神南波線延伸に合わせて行われた、天ヶ崎駅構内の改良によって、天ヶ崎駅で降り列車同士、上り列車同士の対面の理解が可能となっており、阪神南波線と本線の乗り継ぎを容易にしている。そのため、 快速急行以外の列車を乗り継いで、南波へ向かう場合でも、旧来、梅田駅もしくは、野田駅で地下鉄への乗り換えが必要であったような、煩わしさはなくなっている。また、南波延伸の恩恵を直接には受けない、急に市大阪線区間天ヶ崎伊勢の利用者に、とっても、甘ヶ崎乗り換えへの利便性が向上している。その他、 近鉄沿線から USJ への鉄道アクセスとしては、鶴橋駅で JR 大阪環状線に乗り換え、西九条駅経由で桜島線ユニバーサルシティ駅へ至るルートがあったが、新たに阪神南波線で西九条駅まで直通するルートができることになり、大阪環状線ルートに比べて所要時間の短縮が見込めるなど、利便性が向上する。一方で、阪神沿線から 西九条駅へのアクセスが良くなったことから、天王寺や奈良県の王子町、樽川町、大和郡山市方面へは西九条駅で、大和寺海賊に乗り換えた方が、時間的に早く、また JR 神戸線の各駅から、大阪駅で乗り継ぐよりも、時間、料金ともに優位に立つケースもある。さらに、阪神沿線から、JR 阪和線沿線、 さらにその先の南紀方面へのアクセスについても、西九条駅の理解によって、同じようなことが言え、阪神南馬線の開通は、広域的な利便性の向上効果をもたらしている。この開業により、阪神、山陽発売分のなら、イカルガ1デーチケットや高野山1デーチケットは、いずれも阪神南馬線経由で利用するように、改められ、その一方で従来から利用できていた。 大阪市営地下鉄、ニュートラムは利用できなくなった。大阪市営地下鉄を経営する必要がなくなった分、奈良、イカルガ1例チケットは200円の値下げが行われた、ことや奈良方面への注目の高まりもあり、阪神、山陽沿線での売り上げが大幅に増加している。阪神南馬線の開業により、阪神電鉄は大阪市内の2大ターミナルである梅田。 南波の双方に進出することになった。自社路線のみで、梅田、南波の2大ターミナル進出は、関西の私鉄では初めてである。ただし、阪神電鉄では、大阪を単独で用いるときは、JR 大阪駅と隣接する大阪梅田駅にのみ、用いており、一部の駅の方面案内表で、天ヶ崎、大阪、南波奈良方面というように、大阪が、梅田のみに関され、 正式駅名の大阪南場ではなく南場を用いるなどの区別が見られる。初年度は1日あたり6万7000人の利用を見込み、このうち阪神線や他社線からの移転を除いた新規需要は4万5000人、運賃収入は38億円を予想している。2009年6月に発表された調査結果によると、 阪神南波線の平均乗客数は1日あたり約5万7千人で目標値の約8割である。開通2年目には平均乗客数は1日あたり約6万5千人となった。定期客は初年度から22%増の3万人、定期外客は5%増の3万5千人だった。月間運輸収入は休日を中心に定期外客 長距離利用者が多く、阪神電鉄と近畿日本鉄道ともに想定の1から2割増しだった。3月末までの12日間の増収効果は、計画費20%増の1億1700万円、4月は12%増の2億8700万円、4から6月は16%増の8億9200万円、4から12月は11%増の25億5000万円。 2009年5月に発表された調査結果によると、阪神本線では定期券利用者が全体の半数を占めているのに対し、阪神南波線では競合路線からの切り替えが進まず、定期券の利用が全体の約3割にとどまっており、今後の定期券利用者の増加が課題としている。2011年3月の発表によると、初年度の定期券利用者比率は42%、 2年目は46%であった。阪神南波線が開業したことで、近鉄奈良駅神戸三宮駅間だけではなく、近鉄名古屋駅あるいは、賢島駅から山陽姫路駅間など、阪神電気鉄道を介して、近畿日本鉄道、山陽電気鉄道の 1435mm 期間の私鉄路線がつながることになり、名古屋方面や伊勢島方面から神戸三宮及び、 姫路を結ぶ直通運転も技術上可能となる。これについては、近鉄社長の小林哲也が、伊勢島と姫路を結ぶ特急の乗り入れを検討しており、2007年には、阪神と交渉中であることが報道され、2008年には2010年春を目標に、山陽電気鉄道にも乗り入れる構想が報道されたが、阪神社長の坂井信也は、船内の過密ダイヤを理由に、 早期の近鉄特急乗り入れに難色を示し、2010年3月には2010年度中の実現は難しいと話していた。運行形態としては、臨時特急列車を中心に不定期運行する計画である。2013年12月には、近鉄が2014年春以降に、阪神三宮駅から、賢島駅までの団体専用の直通特急を、 運行することが決まったと報じられ、2014年1月23日に、近鉄、阪神の両社から正式発表があり、同年3月22日から近鉄22,600系を使用した団体向け臨時列車の運行が開始された。近鉄の車両と阪神、山陽の車両の長さの違いなどから、従来の近鉄特急車をそのまま直通させる場合は、神戸高速線および、 山陽電鉄線内のホーム改良や一部区間の建築原改革庁、もしくは直通専用車両の心臓を要し、複数の会社線の相互乗り入れとなるため、今後どのような結果となるかは現時点では未定である。名古屋、伊勢島神戸山の宮、姫路間の直通運転が実現すれば、私鉄の特急としては、日本最長の運転区間となる。 阪神ナンバー線の前身である西大阪線は、当初、電房線と呼ばれ、阪神間の高速新線の一部として計画された。天ヶ崎駅から電房駅を経て、阪神本線の野田駅を結び、阪神本線のバイパスとする計画だった。その後歳九条駅までの計画に変更され、1964年に西大阪線として開業している。 西大阪線は西九条駅から近鉄南馬駅までの延伸が計画され、二千九年三月二十日に阪神南馬線として開業した。西九条駅から高架で大阪環状線と安治川を乗り越し、九条付近から大阪南馬駅までが地下線となっている。もともと九条駅と桜川駅の二駅のみが新駅として計画されていたが、大阪ドームが開業したこともあって、 最初期の計画ルートと比べ大阪ドームよりに変更されたため、当初計画より500メートルほど伸び、大阪ドーム近くにも駅が設けられた。このため、球場駅とドーム前駅の間が短くなっている。西球場駅から球場駅間の安治川にかかる鉄橋を仮設するにあたっては、現地が住宅や工場が密集していることから、通常のクレーンを使用した工事ができないということで、 別の場所であらかじめ製作した重さ530トンのアーチを船上で組み立てて大阪湾の引き潮を利用して船を下ろすポンツーンという工法を使って付設した。また、球場駅大阪南場駅の各駅間のトンネルは外径6800 m m 内径6300 m m のセグメントを用いたシールド工法で施工されている。 西大阪線延伸の総事業費は当初1、71億円と見積もられていたが、阪神電鉄社長の坂井晋也によって実際には900億円程度にとどまるという見通しが示され、その後総事業費は890億円と西大阪高速鉄道の公式サイトに記されている。太平洋戦争後、阪神本線の野田駅から難波を経て、 近鉄の鶴橋駅を結ぶ路線が計画され、阪神電鉄と近鉄は共同で大阪高速鉄道を設立し、1946年11月8日に同区間の軌道事業特許を申請した。しかし、市内交通公営主義を掲げる大阪市が反対、これに対抗して同じルートを通る地下鉄五号線の建設計画を立て、1948年9月2日に、 軌道事業特許を申請した。そこで、阪神電鉄と近鉄は、阪神電鉄が持つ電房線に市球場延伸計画を、近鉄が建設する、南馬線の近鉄南馬駅まで延伸する計画に変更した上で1948年9月に特許申請した。この時も大阪市は前日の理由で強行に反対し、運輸省に二度も陳情書を提出する。だが、 復興に伴う市内の交通需要の高まりに対して、市の交通網整備は、父として進まず、豪を煮やした赤間文造大阪府知事が、近鉄、阪神側を支持する事態となり、市と府との対立が新たな問題となってきた。そこで政府の仲裁で、都市交通審議会が設けられ、1956年から1958年に、かけての市側と、近鉄、 阪神側との話し合いと政府による強い要請もあって、1957年6月の大阪部会の席上、市側が上報し、1958年3月の東新3号で千鳥橋南馬上本町間が認められた。以上のような運用曲折の末に、1959年2月に起動法による特許を取得した。阪神西大阪線は、 1964年5月21日に千鳥橋駅西九条駅間が開通し、1967年8月から西九条駅近鉄南波駅間も用地買収に取り掛かったが、西大阪線の延伸によって街が分断されることや、神戸、南波方面に。ところが、1970年代後半に入ると、阪神本線の需要は伸び悩み、2度の石油ショックを経て、 建設費も高騰したことから、自社単独での延伸工事は凍結状態となってしまった。一方で、西大阪線の延長計画は1971年と1989年の運輸政策審議会において、目標年次までに整備すべき路線と位置づけられ、1997年には、延伸予定区域に大阪ドームが開業するなど、沿線の再開発も進められていたことから、 延伸への社会的要請は高まってきていた。1992年度からは、阪神からの要請で、西大阪線の延長路線が、日本鉄道建設公団の P 線の調査線に入った。建設中の延伸区間、大阪市西区城南三丁目付近、2007年撮影。1990年代に入ると、工事に反対していた商店街は、 水退傾向を打破するために延伸を期待するようになり、さらに大阪市西部地域の活性化策が検討されるようになったことなどで、再度脚光を浴び始めた。このため、施設の建設、保有と運営を別会社が行う上下分離方式で事業が進められることになり、阪神と近鉄をはじめ大阪府、大阪市、沿線に再開発用地を所有する大阪ガス。 関西電力、金融機関などの出資によって建設主体となる第三セクターの西大阪高速鉄道が2001年に設立された。かつて同計画に強硬に対抗していた大阪市が一転して阪神電鉄に協力した背景には大阪市が出資するものの経営が芳しくない大阪ドームでの阪神タイガースの試合数を増やしてもらおうとの思惑もあると言われる。 2003年1月23日に工事試行認可が下り、同年10月7日から着工された。こうした経過の末に延伸区間の建設を開始したが、使用車両の製造においても、右与曲折が見られた。当初は3801系の製造時に、発電ブレーキとそもそも即ブレーキを装備して、急勾配に備えたが、延伸計画が凍結状態になるに及んで、 製造は4両編成3本の12両で終了し、その後大量増備された8000系では延伸計画について特段の考慮は払われなかった。判例、停車、通過普通、区間準急、準急は阪神南波線内各駅に停車する。特急列車については近鉄特急の項目を参照。接続路線内の括弧内は該当駅の駅番号を示す。 阪神南波線の駅番号は2014年4月より導入されている。大阪南波駅は競技中であったが、結局付与された。桜川駅ドーム前駅間の下りでわずかに大阪市大正区を通る。前述のような歴史的経緯から阪神南波線では距離を示すキロポストが3つに分かれている。天ヶ崎駅千鳥橋駅急西大阪線として開通した区間を 天川崎起点で、キロポストを売っているため、千鳥橋駅西九条駅西九条への延伸に、際して、千鳥橋から西九条へ向けての新たな例、キロポストを設けたため、西九条駅大阪南波駅西大阪高速鉄道が建設し、西九条から大阪南波へ向けての新たな例、キロポストを設けたため、ありがとうございます。